はい、それでは登場していただけますよ。はい、朝をリオカお邪魔しますイエーイイエーイということでですね、あ、イエーイですね、はい、私、ずっと一人で活動していたんですけれども、最近ですね、かまちゃんクラブというユニットを結成いたしましたというか加入しましたみたいな感じなんですけど、はい、私と井岡さんと、あとですね、今日はお休みでちょっと来れなかったので、そうね、手作りのね、作ってきました、うん、私なので、これをね、あのうちの売り出し一番の網ですので、あのここにちょっと置かせていただいて、一番お安くね、はい、置かせていただいてのですね、うん、ぜひあの亜美ちゃんがいる感じでね、亜美ちゃんがくっついてるとかやりますもんね。そうね、そうそうそうなので、今日はですね、なんと7月に、全国 CD リリース予定のですね、かまちゃんクラブでかまってちょうだいをですね、2人で皆様に披露いたします。2人で初めてね、はい、初めて、うん、っていうのと、あとちょっとこういう外でやるの初めてですよね。初めてですね、はい、しかも特に声の低い2人だから、はい、亜美ちゃんが基本的にちょっと高くしてくれてるんですけどね、はい、でもほら、私たちがこうパワーがある歌声で、やっぱ亜美ちゃんたちを支え、亜美ちゃんたちって誰だ、亜美ちゃんを支えてるわけだから低音の魅力かしら。そうそう、低音の魅力を皆様にお楽しみいただければなと思います。そしてですね、はい、なんとレコーディングがあさってということで、初めてのね、はい、ぜひですね、7月、まだ日にちは未定なんですけど、7月上旬リリースです。かまってちょうだい、ぜひあの近くのお店や、あとインターネット、アマゾンとかで買えるのかな、多分、はい、とかでありがとうございます。はい、見ていただけたらなと思います。はい、はい、そしてもう一つ、ね、先に告知されますか。告知ばっかり、ちょっとね、ごめんなさい、はい、あ、これ私もとかになっちゃう、うん、セクシーアイドルフェスティバル、6月19日にございま す,、うんすね、私たちの先輩アイドルであるオッピーサンバさんが主催のイベントとなっておりますので、ぜひ、J スクエア品川、あのジョイサンドの上にあるライブスペースですので、ぜひ遊びに来てください。今日もしね、来てよかったなと思ったら、あとですね、本日物販も私たちやりますので、みひろまりなの物販とかまちゃんクラブの物販で、ね、別途となっておりますので、まあ、隣にいるのでぜひ話すだけでもいいんで、そうですね、ちょっとかまちゃんと喋ってみたいなとかそれぐらいの動機でいいんでぜひ、はい、よろしく。他が欲しがってほしいね。欲しいですね、うん、はい、ということで、あと私個人ですけども、みひろまりなのフライヤーもありますので、私あの CD と全部自分で作詞作曲してるんですけども、CD と、あと生写真、あ、おみくじブロマイド、あとチェキもありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、あと、こっちばっかだね、すごい、そんなにあるのね、いることがね。あのセクフェスのチケット今日買えますので、あの E プラスとかで買うと手数料かかっちゃうので、あのぜひここで買ってくれたら嬉しいですね。はい、ということで、いきますか、じゃあ、ね、大丈夫ですか、準備は。いきましょう、はい、ということで、それではここに亜美ちゃんがいるつもりで、初めての2人でのかまってちょうだい、ちょっとね、あのどうなるか分かんないんですけど、ぜひレア回として楽しんでいただけたらなと思います。それでは行きますか。行きましょう、マリナ、行きますか、行きましょう、はい、ということで聞いてください。それではせーの、かまってちょうだい。